普通なかなか街でも見ることのないソリオの一番安い G、 このスカスカ具合がたまりません。何にもついてません。マイルドハイブリッドはついてないわ。先進安全も結構ないそうなんですけど、プロから見ていいんですかこれで。普通に乗るんだったらもうこれで困らない、はい、まあそれ言っちゃおしまいだよ。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回は新コスパ大魔王、庶民派自動車ジャーナリストこと工藤貴博くんにセカンドチョイスを伺いに来ました。それはこのソリオ G を買っておりました。なんと価格が158万1800円。要するに軽よりも安いスーパーハイト、しかももう装備スカスカのモデルを買ったっていうわけでスカスカ失礼じゃないですか。いやいや、その真意を、そのコスパ大魔王というかミニマリストぶりをちょっと今回伺いに参りました、うん、この方実はですね、すでに今年の6月ぐらいに CX60 を買って、しかもクロス D の何でしたっけ、グレード、エクスクルーシブモードを買って、その内訳がですね、非常に論理的なコスパに満ち溢れていて、そこにちょっと感動したんですけども、実はその工藤君がその CX60 の前ですか、その同時ぐらい、まあ同時ぐらいですね、同時ぐらいにファミリーカーとしてソリオのしかも一番安い G、 いくら買った時は158万1800円。これって今の NBOX より安いですよね、スタート最新の NBOX のベーシックグレードよりも安いですね、はい、あっち160万円だから、うんね、まあ、165万円ぐらいみたいなもんだから、まあ、向こうはね、デンスラーがついてるとかね、はい、いろいろあるんですけど、まあ7万円ぐらい安い、うん、さらにしかし、まあ、リッターカークラスを買ったと。そうですね、なぜこれを買ったのか、はい、お買い得自慢をちょっと教えてほしいんですけど、まずちょっとその前にツッコミがあって、はい、ただコスパどうとかっていうのは渡辺陽一郎さんに怒られるんですよ、やめてください。怒られないよ別に。怒られますから本当にやめてください、勘弁してくださいよ。ちょっと一応グラッと見ながら、はい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 、なんでそれを買っていうの、まあ、CX60 をね、うん、60、まあ、60、うん、買って買、ね、それは CX5 からの買い替えなんですけど、はいはい、妻が乗ってたんですよ、はい、CX5。 奥さんの方が実は5乗ってた。そう、僕は、黒くんじゃなかったの。僕はね、違う、もっとスポーティーなやつ普段乗ってたんで。あ、そうか、はい、そうなんですけど、で、うん、買い替えたら妻が、うん、こんな大きい車運転できないと、 CX60 がでかすぎる、でかすぎると、あ、全幅ほぼ 1.9 メートルだもんね、ちょっと私無理と。なるほど。というわけで、じゃあ分かりましたと、はい、あなたが、はい、前から望んでいた、はい、小さいスライドドア付きの車を、はい、買いましょうと。じゃあ奥様はこれ、こういうの欲しかったのね。もう欲しかったんです。 CV とか別に乗りたくなかったんですよ、はい、で、はい、こういうのが欲しかったんです、うん、で、うん、でまあしょうがないので、うん、もうルノー、ルーテシア RS という素晴らしいスポーツカーを泣く泣く手放してこれと入れ替えました、うんうん、なるほど。その奥様の、まあ、要望があったっていうことなんですけども、うん、 ね、はい、それで中でも両側スライドドアがついた、いわゆるこのスーパーハイト系っていっぱいあるじゃないですか、うん、はい、単純に言うと K とリッターカーとか、うんうん、まあ、リッターカーの中でも、まあ、王道の T 車のやつと、うん、まあ、これと、あと、まあ、K ではもう4つぐらいありますよね、ざっくり分けると、はい、でなぜこのソリオの、しかも一番安い G にしたんでしょう。あ、それはいい質問ですね、はい、普通に言ったら、はい、まあ、主流はね、軽自動車だと思うんですよね。そうです、バイトワゴンね、はい、まあ、NBOX とか続きだとね、はい、スペーシアとかね、はい、だけど、妻がこう言ったんですよ、うん、軽自動車は、うん、アクセル踏んでも前に出ない感じがするから嫌だ、車好きだね。いや、やっぱ結構それはでもこだわるね、CX5 のディーゼル乗ってたんで、ディーゼルのもうちょっと踏んだだけでグッと前出る感じを、もうそれが当たり前だと思っちゃうと、どれ乗っても多分ダメだと思うんですけど、ディーゼルの力強さ味わってしまった今は、普通の K なんてちょっと乗ってらんないみたいな感じ、 NA はちょっと前進まないと。なるほど、はい、で、まあ、こうそういう場合は基本的にターボを買えば大体ね、いいですよね、 K のターボでいいじゃないですか、 NBOX のターボ、スペーシアのターボ、タントのターボ、いろいろあります、いろいろありますよね、はい、なんですが、はい、高いんです。高いか、 K のターボ、はい、ね、別に、はい、ね、軽自動車メーカーの皆さんの名誉のために言っておくと、はいはい、NA とターボの差は大体10万ぐらいなんで、はい、そう、実質はそれは安いと思うんです、はい、それはね、安いと思うんですけど、はい、軽自動車のターボは大体上級グレードしかないんですよ。まあ、ホンダの NBOX が今回顕著だよね。そう、まあ、カスタムにしかターボつけなかった、カスタムにしかターボがない、はい、もうターボ選んだ瞬間200万ですからね、はい、NBOX はね、はい、でそういう感じで結構高いんですよ、はい、そうするともうソリを買った方がいいんじゃない、一クラス上の車を買った方がいいんじゃないかと。力強くて、しかも実はお買い得ではないかと、はい、そうだってね、オープニングで言った通りこれね、はい、150万円台だったんですよ。いや、わかりますよ、だってそんなに安かったっけと思って、うん、実は僕もホンダの NBOX の、うんうん、まあ、全旧型になる、はい、ホンダセンシング G 持ってるんですけども、はい、それも、まあ、一番当初で138万ぐらいだったんですよ、うん、けどそれも直近だとね140万円台ですよ、確か。
あそんな価格差ないですね。ないですよね、はいはい、そしたらもう軽自動車にこだわるよりは、うん、一回り大きい車買った方が、はい、エンジンもトルクが増してね、はい、余裕あるし、うん、あとは室内も広いし、なるほど、荷室も広いし実用的なんじゃないかと、わ、はい、かります、うん、でね、はいはい、あ、まあ、コスパの話したらそれはもちろん、はい、軽自動車はリセールバリューもいいし、うん、自動車税も安いし、はい、まあ、保険なんかもメリットがあるんで、はいはい、まあ、トータルで言ったら軽自動車の方がコスパいいかもしれないですけど、うんうん、でもまあとはいえ乗り潰すつもりだったらこういうの買った方がいいかなって、あ、これ乗り潰すつもりで買ったんで、なるほど、じゃあそういう意味でもグレードが安い方を選んだ、うん、安い方がいい、今結構だから装備ある程度つけた方が売りやすいとかね、はい、高く売れるんじゃないかみたいなのとかあるけれども、うんうんうん、あえてもうね、うん、必要最低限でいいかと、足として割り切るなら、うん、そんなに装備いらないかなって、それね僕全く同じに考えて、うん、ホンダのNBOX の G 買ったんですけど、うん、ちょっと後悔してるのは、やっぱね電動スライドドアが、あ、それね、あのね何を思ったかっていうと、うん、うちのね母親がねもう80代になるんだけど、うんうん、閉めらんないんだよドアが、はい、あーなるほどね、まあ、そういう方がいらっしゃらなければいいけど、うん、まあ、ちょっとそういうところに、ね、あった方がいいです、はい、電スラはあった方がいいんで、はい、とは思いました。これでオプションで助手席側だけ電動スライドつけられるんで、ええ、それはオプションでつけました。あ、なんだつけたんだやっぱり、うん、オプション金額はですね、これ 47,300 円、安いね、安いね、これだけはつけました。運転席側もオプションで選べればつけたかったんですけど、じゃなかったんで、なるほど、助手席側だけです。でもね電動スライドやっぱあった方がいいと思います。なるほど、はい、はい、で、まあ、これね、はい、1個上のグレードと25万円差があるんですよ、うん、そんなに差があるんだ。さあで25万円で何が違うかっていうと、うん、ね、マイルドハイブリッドがついてるんです。なるほどなるほど、これあのモーターなしです。これ 1.2 リッターの素なんですね。素のやつです。1個上だとマイルドハイブリッドがつく。そう、まあ、結構大きいね、はい、ただねマイルドハイブリッドって、はい、うん、こう言っちゃなんだけど、言うほどメリットあるかっていう話。いや、それは僕もそう思います。で例えば燃費がいいから少しずつね、ガソリン代がね、はい、差がつくかもしれないけど、はい、バッテリーの寿命が短い、バッテリーが高い、うん、それでチャラになるじゃねえかっていう。なるほど、そういう話なんで、なんか、ね、アイドリングストップもない方が実は経済的なんじゃないかっていう、ね、なるほど、コスパ、やっぱ新コスパ大魔王ですね。そうですね、はい、いやいや本当に陽一郎さんに怒られるんでやめてください、はい、本当勘弁してください。わかりました、はい、であとはまあ、はい、見た目はまあ、はい、このサイドアンダーがついてないとかね。あ、そうか、そこがやっぱりこのサイドシルのあたり、そうそう、下がついてない、いわゆるクラッティングがついてない。あとそうですね、ルーフスポイラーもついてない。あ、ルーフスポイラーもついてない、やっぱりすっからかんですね、はい、確かに、ね、うん、あと、はい、アルミホイールがなくてスチールホイールで14インチ、上のグレードは15インチですね。なるほど、はい、はい、カバー、ね、あとはまあ、助手席側のパワースライドドアは上のグレードと標準でついてます、うんうんうん、それから、うん、まあ、ここの3シェードはね、うん、シェードがないとかね、中のね、中のね、そうか、上のグレードはこっち側のパワーストレードがついてるし、うん、シェードもついてんだ。シェードもね、上級グレードで、まあ新型 NBOX 全車ついてますからね。そうなんだよ。そうなんですよね、はいはい、あとはまあシートヒーターとか、はい、運転席助手席のが座面ないんですね。ないんですね、こちら、はい、上級グレードはついてる。いや、あとはね、機能的にはね、はい、ACC がついてないです。あ、これ本当だ、 ACC ステアリングすごい、すっきり、オーディオリモコンも上のグレードだとついてる。これ試乗車でもない感じだね、これ。あれ、でも ACC なくて困るんでしたっけ、小沢さん。いや僕は、いや困るよ、俺 ACC 結構使ってるよ。いや、それは高速乗るからでしょ。そうそうそう、これって高速乗らないですよ。やっぱりそうか、だって ETC すらついてないんだから。え、 ETC ついてないの？いらないですもん、高速乗らないんだもん。割り切ったね。もう別に ETC も別に1万いくらで出せばいいんですけど、まあ、後からだって必要ないんですもん。なるほど、奥様はやっぱ遠出しないんだね。そうそう、街乗り専門だから。そうか、じゃあ分かりました、ミニマリスト駆動ですね。そう、はい、ということなんです。あちらオーディオはこれオプション、車外のやつですね。車外に見えないね、これ、うん、これ9インチサイズなんです。9インチの画面のナビをつけてあるんで、先進安全ゼロのステアリング後付けのナビゼロじゃないですよ、 ACC がついてないけど他はついてますからね、ちゃんと。この 4.2 インチのデジタルメーターはこの G でもついております。それからエアコンもフルオート、ただしナビは後付け。よし、この辺りは基本的には変わりません。ここも肘掛けも一応ソフト素材にはなってるもんね。そうですよ、この辺り高級車ですよ。高級車ってことではないと思う、うん、なるほど、これはこれで確かにミニマリズムを感じさせる車です。すごい大事なこと言いますよ、はい、スタビがついてません、この車。あ、
それリアってこと？前後。前後ね。中級グレード以上は、はい、あの駆動方式も少し売るんですけど、はいはい、FF はまあスタビがついてるんですけど、フロントもリアも、うん、これ、ね、スタビなしです。で、ある意味専用の足回りですね。そうか、じゃあある意味フランス車のようなちょっとゆったりロールを楽しむぐらいのと思うじゃないですか。はい、思います。でもね、それは単に普通の同じ刺すから、はいはい、スタビを抜けばそうなるんですけど、はい、走行安定性を保とうとすると、うん、スタビを抜くと足回り硬い方向になるんですね。なるほどなるほど。あのスタビ片方のサスペンションだけで支えなきゃいけないから、はいはいはい、やっぱり多少乗り心地が硬いらしいです。あ、なるほど。でこれじゃあ専用サスなのね。いや、もちろんもちろん、そんなあの普通のスタビ付きのサスと同じサスでスタビだけ抜くなんて、そんなことしたらとんでもないこと。そうか、前後実はちょっと硬めの、そうそう、マニア受けしそうなサスになってると、うん、はい、でも見ても分かんないですけどね、はい、感じです。 あとなんでライバルの豪車にしなかったか、はい、そう、何よりもトヨタの R があるじゃないですか、うん、ルーミー、ルーミー、まあ、かなりまだ販売ベスト10に確実に入ってくる、はい、いますよ、はい、エンジンが4気筒だから。なるほど。 1.2 リッターで91馬力で100数十のニュートンのこのエンジンが欲しいがためにルーミーでなくソリオを買ったと。やっぱりね、車好きたるもの、うん、気筒数は多い方に多いに限ります。3気筒より4気筒。なるほど。4気筒より6気筒。これが CX60 と同じですね。そうですね。やっぱり6発の魅力、はい、4発の魅力というのに、そう、結構ライバル対決では大きく、うん、まあ排気量がね、はい、ライバルより大きいんで、はい、やっぱトルクもありますし、うん、乗りやすい。あともう一つ、これマイチェンじゃなくてフルモデルチェンジの時に、はい、実は全長が8センチ伸びて、はいはい、そう、それも大きいでしょ。それも大きいです。ライバルに対して明らかに勝ってることが、やっぱ荷室のスペースなんですよ、うんうん、超初体じみてますけど、超初体じみてる、超初体じ、いろいろ入ってますけど相変わらず入ってる、いろいろ入ってます。俺だって妻が買い物行くときに、やっぱ食料品をこのクーラーボックスに入れて、え、ちゃんとそんなことするんだ。そうそう、帰ってくるんですよね、はい、夏とかね、はい、これね、詰めないと思いますよ。ライバルとか軽自動車の NBOX とかと一番下げると、これ確か詰めない可能性が、この奥行きがライバルとか軽自動車よりあるので、はい、ちょっと詰みやすい。じゃあ4気筒とこのラゲッジとこの室内スペースとのバランスでこれにしたと。そういうことですね、はい、例えば機内持ち込みサイズのスーツケースって、はいはい、そのライバルは4つしか詰めないんですよ。シート一番後ろまでスライド。一番後ろにして、はい、4つ、え、これはこれは6つ詰めます。嘘でしょ。え、この状態で、はい、一番後ろにして6つ6個詰めます、はい、こういう風に立てて、はい、え、それは要するにあれか、これが奥行きがあるから6るから、上に5つで、床下にもう1つで、ライバル床下ね、大きいのないんで、まあいろいろ入ってますけど、ああ。そうか、床下が、そう、床下に1個入るんですよ。そう、なんかね、100リッターぐらいあるって説があった、うん、床下めちゃめちゃ広いですよ。やっぱり、はい、うちね、なんだかんだ言ってね、荷物多いんですよ。はい、そう思います。荷物多いんで、はい、もうやっぱそこは大事な、譲れですか。満足度は、いや、満足度ね、妻めっちゃ満足してますよ。あ、本当、もう超お気に入りですよ、これ。妻一番大事な運転しやすさなんで、はい、もう駐車場入れる時とか、まあ、そりゃそうだよね、もうそれはもう比べ物にならないですね。なるほど。じゃあ CX60 もちろんだけど、前持っていた CX5 のディーゼよりも一番安いこの158万円のソリオ G が気に入ってると。そうですね。じゃあこれが家庭マンの秘訣だってことですか。もうそういうことになります。家庭マンにしたかったらこういうの買っとけと。 K とかトヨタの、あの売れ線のこのスーパーハイト系よりもソリオがいいと。いやで、ね、どっちでもいいですいや、どっちもいい見た目が好きなの買ってくればいいんじゃないですか。はい、わかりましたすいませんね、はい、最後ね、こんな結論、違う違う、それでね、妻はすごい気に入って乗ってるんですけど、うんうん、やっぱり加速は CX-5 の方が良かったねって言ってますね。それはそうだよね。けどこの価格はやっぱりすごい、ね、いや、価格はね、すごいですよ、鈴木ね。それで、うん、まあ鈴木の人といろいろ話したりするじゃないですか、うんうんうん、でね、もうね、 G 一番安いの買ったって言うとね、うん、なんかみんな嬉しそうな顔するんですよ、鈴木の人たち。鈴木のスタッフが、そう、人たち、役員も車ってやっぱりね、はいはい、高いグレードの方が利益が出るんで、いや、そう思いますよ。みんなメーカーの人は高いグレード売りたいわけですよ。いや、僕 NBOX G 買ったって早く買い替えてくださいよって言われるよマジなんですターボにした方がいいんじゃないですか、新しくなったしみたいなこと言うけど、買い替え、鈴木の場合は、うん、じゃあ一番安いグレードを買ったことに対して嬉しそうなのね。みんな嬉しそうなんですよ。それはね、やっぱね、工藤さん、さすが分かってらっしゃる。なるほど。あの、それは鈴木イズムの真髄ですから。なるほど、うん、じゃあこの車にはある種、そうか、鈴木らしさ、イズムが詰まっている。詰まってます。で、ある種のユーザーにはバッチリハマるので、うん、そう、じゃあそういう意味では工藤君としても、自動車ジャーナリスト工藤としても
おすすめの。やっぱ一回ね、自動車ジャーナリストはね、これベーシックなの乗っとく。なるほど。これがある種のまあ米の飯みたいな、そうそう、ね、標準価格米みたいな、そうそう、そういうではないかと。そういう感じですね。ブランド米ばっかり食ってる場合じゃないと。わかりました。はい、じゃあ CX60 とこのソリオが黄金のツートップであると、うん、そうね、もう一台あるんですけど内緒ですね、本当はね、本当はね、それはまあスポーツ関係のね、まあそれはまあ職業的なこの日からもあって、いやいや趣味です、趣味だよね、完全に趣味です。まあだからそれはそれでいいじゃん。そうか、ね、CX60 とソリオっていうのはまあ割とおすすめできる。そうそう、おすすめできると思いますけどね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、じゃあまたまた、はい。じゃあ最後にね、このスカスカソリオ G の走り本当にいいのか。マイルドハイブリッドはついてないが先進安全も結構ないそうなんですけど、プロから見ていいんですかこれで。でもね、割り切りとしては十分、別にね、走るのは問題があるわけじゃないし、コーナリングも問題あるわけじゃないし、それは上を見ればね、キリがないですよ、うん、上を見ればキリがないですけど、普通に乗るんだったらもうこれで、はい、まあ、それ言っちゃおしまいだよって話なんですけど、あの妻が街中で乗るための車なんですよ、うん、そう思えばもうこれで十分条件は満たしてるから。僕自身もね、今乗って割とやっぱシート相変わらずいいね、うん、それよシート基本的な出来がソフトでいいのと、うん、その、あの前に出ないって言ってた奥さんが、はあ、それはね、やっぱり、はい、あの前に出ないとは言ってます。やっぱりそういう意味では CX-5 と比べたらやっぱりこの 1.2 リッターのデュアルジェット、さすがにちょっと物足りないと思います。ただ、はい、まあ、あの街中走るには困らないですね。あの4気筒はね、うん、やっぱりね、うん、3気筒に比べたら振動少ないですよ、ね。なるほど。はい、まあ、このクラスほとんど3気筒当たり前になって、そう、今ね、3気筒そうじゃないですか。いや、もう軽もはもちろんだけど、コンパクトカーもリッターカークラスももうほぼ直3ですよね。うん、そうです。それをこの4気筒を積んでるっていう、なるほど、この優越感。優越感ありますか。優越感ね、あんまりないけど、とりあえずこういう状況なんで言っときます。はい、もうね、優越感持てますよ、はい、加速は基本的に悪くはないですよ。悪くはないです、全然悪くない。私が持ってるですね、NBOX のノンターボよりやっぱり出やすいなと思います、いや、それはそれ排気量倍、ほぼ倍ですからね。そうですね、排気量ほぼ倍ですから、はい、それはもう違いますよね。あと、そうそう、気になってるのは足どうですか。ロールバーがないから、うん、ちょっとちょっと固めっていうのはちょっと私も感じましたけど、きます、はい、それは否定しません。なるほど、否定しないんですけど、はい、あのまあね、メインで使ってる妻が、はい、からクレームが来てないんで、ああ、その辺は大丈夫かな。わかりました、はい、じゃあまあ十分であると。ほら、これ路面いいとこだったらもう全然乗り心地いいです。いや、問題ないですよ。僕も思いますけど、ベーシック好きとしてはですねソリオ G も悪くないなと、うん、個人的には ACC がついてないっていうのがちょっと残念だ。だから ETC もついてない車に ACC はいらないんです。ETC もついてないっていうのは割り切ったね、随分割り切ったね。でもね、まあ、ETC なんてまあ必要だったらいつでもつけられますからね。まあそりゃそうだ。じゃあ公開らしい公開はしてないと。いや、全くしてないですよ。むしろ本当ね、鈴木の真髄に触れられてもう嬉しいですって感じで、うん、そう、サムさん、はい、現相談役のね、あの去年かな、今年かな、はい、あの言ってましたからね、やっぱりね、そんな装備いらねえだろうと。なるほど。装備を絞って安い車を出すのが私たちの使命じゃないかと。なるほど、はい、